皆さんこんにちは。前回に引き続いて赤松の手入れです。荒れた木の仕立て直しというのは変わり映えのする初回が一番やりやすいとも言えます。枯れ枝を含め多くの枝を抜きますので前後の変わり映えがします。作業的には大変そうに見えるのでお代もいただきやすいというものですが、仕立て直しが難しいのはむしろその後からです。一旦大幅に減らした枝数が数年経つとまた分岐して以前よりも増えてきますので、前回よりも作業量はどんどん増えていくわけです。今回はどの程度の剪定をするか当たりをつけていきます。だいぶ無理のある癖の強い枝です。仕立て直しをしようと思った時こそこういう根本的に問題のある枝を抜くチャンスだと私は思います。ここで躊躇してしまうといつまで経っても流れの悪い枝を後々まで残すことになってしまいます。下枝もだいぶ元気になってきたので少し不要な枝を抜いても良さそうです。今回は2人の若い衆と一緒に来ています。造園の勉強会で知り合った1人がたまたまこの現場の近くに住んでいましたので、この赤松の引き継ぎの話をしたところ快く受けてくれたのでお願いすることにしました。 OK。 でちょっと、ま、松のこと方針だけ決めときたいから、はい、今ねこれ落としたんだけど、はい、これがさ、はい、こっからさ、こうなってたわけよ、はい、それでほらこれ自体は、はい、なんとなくにぎやかしで言えばあった方がいいけど、はいはい、この枝の流れ的にはもうこれもう巡っちゃってるからもうダメなんだよ。あ、はいはい、でこう取ったわけ、はい、だからこのぐらいのことを今回はしてもいいような気がする。あ、はい、うん、この絡んでるやつを、うん、なんていうのかな、あの多分この間やった時は寂しいから残してるんだけど、はい、例えばこういう枝とかあるじゃん。あ、はい、うん、もうまあ言えばこの枝だってもうこの、はい、ほら思い切り交差枝じゃん、はいはい、これがもう例えば元で整理できんならすりゃいいけど、はい、まだちょっとそこまでは思い切れないから、はい、だからこういうようなかぶってんのを、はい、まあ今回はやっちゃっていいような気がする、はい、だこういうところで抜いてるんだけど、はい、そういう枝を、はい、だからちょっと枝なんていうのかな、この中このぐらいの細枝の範囲での、はい、枝の流れの悪いところ、はい、それはもう直した方がいいと思う、はい、うん、あとはあの蜜抜かないよね、赤松は。そうですね、抜かないです。例えばここに、はい、こうやってこうは切らないでしょ。あ、切らないですね、ね、はい、あのどっちか残して、うん、はい、そうですね、うん、一本になってもいいから、はい、対があれば、はい、対があれば例えばもう2本残してあの、はい、落として、はい、これとこれと対でもいい、はい、から、はい、あのなんていうの、京都で言えばサバ枝、はいはい、サバ枝を作んないように、はい、ね、こう抜きたくなんだけどね、でもこう抜くんだったらもうこっちも切っちゃう、はい、そうそう、はい、終わりです。分かってね、これシート1枚にまとめておけば大丈夫。
ん、あ、それは今束ねちゃう俺。うん、あ、写真撮ってきていいよ。うん、引っ込んどこか。いや、いいよ、隠れるでしょ。いい、写真、大丈夫。そう、ちょっとな、ちょっと小枝整理できそうだな、こんだけあれば。やっとここまで来た。やっとここまで来たな。あ、結構米出てんもんな。いや、吹いてますよ。選べる。おいおい、よかったよかった。こういう中来てるやつどうします、もうこの段階で。あ、だからもう外して。今回はさ、ちょっと 細めの 枝の枝ぶりを直そうよ。はい。この間中くらい直したから。ラバットなくなるのかな。いや、そういうこと気にしなくていいって言うの。はい、穴開いたっていいって言うの。枝ぶり重線。そう、これ、どれ？これって生きてますね。うん、それは生きてるけどペロリだね。あ、それは死んでる。じゃあここから外した方がいいぐらいか。うん。うん、これもいらね。はい。これ外しちゃいます。この辺ちょっと届くとこまでやってくんねえか。あ、はい。仕上げちゃいたいけど、ここ。これは？これ、こっちから来てますね。これです。キスギか？そこで止めちゃうか。これ残して。うん、うん。あ、これは？これ残す？あと、これ結構いいな。いい？でも、下に被ってるよ。こいつがいるんで。うん、じゃあ、抜いちゃって。あ、取れちゃった。やべ。ちょっと遠いんだよな。これ、この先ってどうなってますか？どれ？これの先って。え？どっち？こっちです。こっち？完全にこう被ってきてると思うんですけど。ああ、挟まってるよ。どうですかね。どっちがいいですか？こいつとこいつ。でもね、これも、これ抜かなきゃなんねえだね。これ。これですか？いや、違う、その隣。どうだ？これ。これか。あ、一回これじゃ先外して。うん、これは抜かなきゃなんないな。で、これも、なんか変な、あ、どうしよう。あ、変な方行ってる？行ってますね。これが、この下かな。当たってますね、この下枝が。もう完全ぶつかってるんで、ちょっと、具合いい方残すようだと思ってます。したら、これまず抜い、これダメ？抜いたら。これ、どれですか？これですか？うん。あ、ダメか？はい。ちょっときついかもしれないですね。うん。まあ、とりあえずこれ、今の、これを抜いて。これ抜いて、うん。切り直します。今、で、こいつが、この下の枝を、うん、こう、またごうとして当たってるんですよ。ガコンと。ああ、はいはいはい。具合いい方残すようかなと思ったら。ああ、うん。落としちゃっていいかな。上を。うん。上を。はい。うん。花君、これ元で落としちゃってよ。これ。それ、うん。もう流れ悪いから。了解です。うん。その隣は、まあ割とかっこいいからいいや。ここで行っちゃいます。うん、そこで行っちゃって。あ、もうちょいな、あーっとね、流れが、あ、いいか、うん、大丈夫かな、はい。うん。置いて、これも、これもあんまり良くねえな。この枝抜いてくれ。これの元。元で、ここで、あ、これか、これか。そうそう、それ。いいよ、もらうよ。あ、はい。うん。まあ、すっきりした。うん。
で、これだと声が整理するぐらいですかね。そうね。まだ流れおかしいな。どれだ。そいつか。これを生かしちゃうと。あ、ちょっと届かねえかな。これ落としてくれ。これ元でいいですか。これこっち。これですよね。そう。でこっち側を落として。でここらが広角になってる、こいつら。あ、これですか。うん、だここで。これで。うん、そう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 。うん。ダブリッ下から見たら分かれる。うん、俺下から覗けるから、はい、言うよ。小田君、大体こんな、今枝はこんな抜きっぷりっていうか、うん、こんぐらいな感じでやってます。うん、ここはちょっと濃かったとこだもんな、うん、こっち側もそうだけどな、ここはもう絡みほどいてる、絡みほどいてる、これいるか。そうです、これ、いや、ベランチこれこれ、うん、元でいらねえんじゃないか、いっともない感じ。うん、あとその上の枯れ枝じゃないかな。あ、枯れ枝じゃねえのか。それか。ちょっと待って、どっちがいい？これかこれかってことですか。うん。いや、こっちの方がいいですね。ね。なんでこれ。うん。したら、それ抜いとこう。ここら辺までは届くけど、多分いけると思います。なんかどれか取りたいな。これがこのぐらいで収まるようにつったら、これいらなくなるんですね。この辺ぐらいまで小枝、あの枝抜きして、はい、それで抜きして。あ、了解です。うん。必要ならね。
どっちかいらねえんじゃねえか。あ、いらないですね。あ、その持ってるやつ切ったらダメ？あ、これ。それとりあえず。これは、はい。な。これか、これが。あ、これいっちゃう？これ残さなくていい？あ、これ、あ、これ残したいですね。ただこう、こうやってるんですよね。ああ、ちょっと変だね。なんでもうここからいらないような気がする。ああ、そうだな。落としちゃうか。高いとこだし。ちょっと、これの出方気持ち悪いけど。まあ、外したいぐらいですね。いいやな、外したって。それお前しぐやべ、お前元からいらねえんだろうよ。2本とも外して。これとこれ。うん。どれ？ここに今立ち上がってる。ああ。結構太いですよ。はいはい。ああ、でも内向してんのか。あ、それでしょ。これね、で毎回ないんだよ。多分毎回どうしよう。え、どれ？もう一回言って。うん？あ。からこう立ち上がって、はいはいはい、こういう枝が来てるんですよ。え、元はどれ？それ？元はここまで。あ、そこ。そう、結構太いんですよ。うん。いやいや、そんなの平気で落としたよ、この間。ここで。いいよ、落として。もう真ん中抜いちゃう感じだな、そしたら頭をな。あ、でもね、どうなの？それ、邪魔ってこと？でもない。邪魔でもないですけど、まだ残しておいても、多分。そこでしょ、先は。そうなの。ここで、こう、米がなくて。うん。ここ今、ちょっと詰めれるだけ詰めたんですけど、こっちって。あ、もうないね、途中ね。そうなの。あ、ダメだな。あ、いいです。見込みないね。うん。一回ちょっとやっていいですか？はい。ちょっと失礼します。どれ？はい。あ、その、で、やろうと長いわ。あ、すいません、うん、あれじゃないですか。何ですか、ちょっと。強い目というか。うん。いや、そこはでも、うん、一番強いんだけど抜いとけば。それ今めくったやつ。うん。はい。あとはむしりで、はい。見せときゃ。はい。脇目吹いてから、戻せば。はい。
はいよ。コイラなんですけど。そこいら、はい。ね。ちっちゃかめっちゃか。ちょっと待って、これが邪魔で見えねえ。あ、そうです。平行も越境もみたいな感じですね。こちらがちょっと見えなくて。その今触った枝の下の枝の、これ、はい、うん、それをその先。これいい、いや、もうちょい元でいい。もうちょい、あ、これを残すと。うん、それ残して。あ、それ残す枝、枯れてる？これですか？残す枝。これ、あ、見えねえ。あ、生きてるか。でもなんか、間延びしてるね。貧弱？そこ二枝にしたいんだよな。あ、ここ。うん、でも、左へ行ってる細い枝、その下の枝。これですか？いやいや。これか。俺が、いやいや、違う。そこの元が、だから3つになってて、一番、高田くんから言って一番右行ってるやつ、それ。それ。これが、ここで上がってるんで、こう。で、高田くん最初触ってた枝は使えんの？その上の枝。これ。それ。これ。それが使えんなら今の枝抜いて。これの先がちょっと見えないんだけど、うん、枯れてはいないですね。うん、じゃあ今の下の抜いて、はい、うん、そんでどうしようか。そこか。いいや、その太いの取っちゃうか、これを。うん、上の枝は残して、はい、ここで。え、そこじゃねえって。もちろん元じゃね。なんか綺麗に切り口が見えるように、うまく、こっちから覗いた方が見えんじゃない。よく見て。うん。こうか。そう。切りづらい。非常に切りづらい。うん。だと思う。いいよ。うん、なんとかなりそうだよ。この辺どこまで行ける？ここら辺ちょっと腰がこう、その辺まで、あ、できますね。結構できる？はい。ここやってあげると。言葉考えやすい。うん。それなあ、小太郎くんに見てもらえば。そう、小太郎くんさ、下からこれなんだけど、この一塊なくなったらきつい。全部もうここからさ、こう来て、あっちに行ってればまだそっち残せりゃいいんだけど、こう来てもうまたいでんだ全部で、そっち行ってもだから多分病気を犯す。切るとしたら元からってことでしょ。もうここからいらないと思うんだけど、もしくはこっちにもう元がこうだからおかしいんだけど、ここに芽が一個あるから。でも多分やるなら元からやりたいぐらいだと思うけど、やりすぎ。この持ってんのは抜いても大丈夫だけど、でも今度はこれだもんな。変な枝を多分今年は残さないといけない感じになる。ほんと、うん、外せるとしたら、あ、そこを外して、で、上の枝を、ちょっと、一つ。そうね。うん、この辺？これも変な間延びの。
れなんだよな、その下の残すのも。ただこれ抜いて、将来これ抜くってなると本当にここ何もない将来的にも。どっちを生かすか。まあ、癖を楽しむ。いや、任せる任せる。あ、小太郎が決めなきゃいけないんだもん。お前決めなきゃいけない。何言っちゃってんだよ、お前。この癖楽しむって、この学び外す。それは、そうだね。それ外す。これ外す。それ外す。先輩はこうしとく。それをもう抜いちゃって、で、今年はそれで、それほど元からその垂れてるの。これは。うん、こんな感じ、うん、で、じゃあこれもしかしたらそこの、その、手入れしたら、あの上の立ち上がって。あ、これか。あ、違う。もっと手前の。これ。今座ったやつ。これが上の上。上。これ寝ちゃっていいかな。それ全部寝ちゃった。良さそう、うん。これでじゃあ、うん、揉む感じ。そう、これなんとかなるかね。これですよね、うん、強いね、強いよね、強いですね。これ下どうですか、これ上がってきたとしたら。もうね、ここら辺もなんかだらしない枝が多いんだけど、これがとりあえずこいつが強いんで。強いね、これここまでやっても無駄。あ、これ本当に強いような気もする。あ、でもこいつがどうだろうな。それでもだいぶ、ああ、そっちに生かす枝か。そうですね、これ、あ、生かす枝？だいぶこっちへ越境してます。で、間もないんで、うん、外してもいいかなとは思うんですけど。ああ、じゃあ外しちゃうか。じゃあこいつ先外しちゃいます。うん。それ？それいらないよ。外しちゃいます。なくてもいいよ。うん。これとかね。そうですね。これも間延びなんでいらないと思う。うん。ここも気になってる。そう、そこら。元かな？こいつは生かせんのかな？生かさないとか。これいらない気がしてきたな。小太郎くんはどう見えるかね。それ外から優先で見ねえと。そうだね。ここはいら、手入れしたいんだけどさ。で、外からもう使ってくるからね。これだよね。それが長いんだ。そうそうそう。うん。まあそこ、でも小太郎くんとこからできるからな。見ながら、はい、見ながらあとな、やってもらって。じゃあ上を終わらせてくれる。うん。ここのちょうど池垣の上ができねえだろうこれ。
すいません。うん？これ見えます。これ、うん、外したいんですけど。うん。これですね。これは外しても下から見よ。こう違和感ない。うん。おお、空が綺麗だな。大丈夫ですか？ちょっと綺麗にしすぎたかな。あの辺ぐらいが俺乗りそうなんだよ。あ、あの辺が。右上ぐらいが。ちょっとこっちがね。はい。綺麗すぎちゃう。そうそう、ちょっとこっちは追いついてるんですよ。うん。うん。いや、むしりも俺割と結構いい加減なんで、 はい、あんまりきちいって、はい、きちいってしないから、はい、いやでもいいんだけどね。これはこれでいいんだけど、ニョキ。ここが結構大変なんですよ。ここ？歩かしてこう、ぐちゃぐちゃなんで。まずこれは、あ、どっちかな？届かないと見えなくていいの、つけつけだって。どっちかな？届いてちょっと見てみたいな。この、こいつが。これが変だべ、これが。こいつ、あ、今、一旦外します。うん。そんでもうそこ二つだから、もうこれでやるしかねえ。そこ一つにはできねえからさ。枝分かれをね。こいつも結構行き過ぎてんのかなと思うんですけど、どうですか？ここが結構ぶっとい橋だったんで、あ、今どうしようかなと思って。抜いとくかどうか。すっごいこう、おっぴろがってるじゃないですか。うん。こんななんですよ。行きたい放題行っちゃってる感じで。でもまだ止められんじゃん。止めとけば？はい。ここまでにさしといてさ。はい。一旦これで。どうしよう。ここにしとくか。今日広がっちゃうけど。うん。どうだろう。でもおかしいな。おかしいな。それ。どうだ、これもショロショロなんですね。うん。でも元からなくてもいいかって話？ああ、そうです、そうです。ん？ああ、それね。ああ、いいんじゃない？なくても。うん。うん。いや。この玉の頭の、うん。先の方って十二尺でいけそうですかね。こう、下枝がすごいから。いってんじゃねえか。だって俺がほら、ここまで来てんだ。下枝すごくけど、させます。ここまで大丈夫だよ。大丈夫。じゃあ、無理しないで。
原くんこれ言っちゃって、はい、間延びしすぎてる。あ、でもそこ二枝にしなきゃって言ってたやつが、あ、違うよな。あ、それじゃないです。それじゃないの。それ今の枝なくてもいいよ。これですか。いやいや違う、高田君が切ってたよ。うん、その隣のやつでなんとかなるよ。ここ抜いちゃっていい。いや、元で。ここで。うん、なんとかなった。うん、それも今触ってるのの下の段をなくしたら、うん。あ、そこで詰めてもいいね。ここで。うん、それいいね。うん。それも一目詰めて、うん。ここでいいですか。うん、いいです。はい、うん。そこで二枝できたから、はい、その腕のとこに絡んでる細い枝あんじゃん。それ、今、左手触ったやつ。これ。そう。はい、その二本が一本になって、一つになってんじゃん。元。あ、そう。ここで落とし。いやいや、その元でいいんじゃねえかって。あ、これ両方とも。そこ三股っぽくなってんだべ。なってますね。うん、だから。これ両方ともじゃあ。うん、はい。そうすればやりやすいし。いやいやで、その頭の上のもどうだか。いやいや、ね、これか。いやいや、その下。あ、これ。それ。間延びだべ。そうですね、間延びです。なくしてもいいんじゃね？はい。うん。もう全然いいよ。すっきりした。うん。したらもうあとちょっとじゃん。残りが。そう。ああ、どうな。でも、その元の二枝はかっこいいから、うん、途中が出ることをちょっと待ったら、はい、ダメだったら、うん。ここはどうなってるの？ああ、こうなってんだ。乗っかってんだ、上のは。そうですね。ああ。そこが一番鬱陶しいなのかな、これは。そうですね、ちょっと下を軽くしてあげればいい。うん。こっち側、だから前の植木屋さんがいじってたから余計変なの。すげえ変な枝いっぱいある。なんか枝先しっかり切ってねえような感じだったもんな。あれ。この辺とか外してんだ。そうだ。さ、こういう場合ってどうしようさ。これが、こうなってるんですよ。なんかこれどっち抜いてもちょっと寂しい感じになっちゃうからっていう。うん。うん、そうだね。で、交差してるしね。そうなんですよ。抜いた方がいいのか。でもこっちが何もなくなる。なくなるね。これを抜くと、こっちはまだいい。それともこう様子見て、これが伸びてきてから。様子見てもな。だから紐で引っ張ったらとか。ああ、なるほど。それを、うん、そっちへ上の、うん、その上の枝に引っ張っといたらどうなの？ここ右の上ね。右の枝に。これいい。うん、その。あ、そうすればそうする。早は、あれか。よし。え、渡すよ。紐でしょ？あ、はい、すいません。うん。
これにて3回にわたる赤松の仕立て直しのレポートを終わります。これから若い衆がどのようにこの松を扱っていくのか楽しみです。長時間にわたるご視聴ありがとうございました。